嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。やっぱ世の中にはね、サイコパスな人間っていうのはやっぱいると思うんですよね。あ、今日はね、そういう人をね、ちょっと紹介したいと思うんですけど、はい、まず人物名言おうと思います。はい、レオナルド・チャンチューリという人物なんですけど、今日話すのは結構サイコパスすぎてちょっともうグロいかもしれないっていう。お、グロいの大好き。このレオナルド・チャンチューリが何をしたのかって言いますと、はい、人間を使って石鹸を作った人物なんです。メイド・イン・ヒューマンですよ。だからかっこいいな。次の曲のタイトルにしよう。原材料人間で作った石鹸、はい、あ、そういうことか。その石鹸を使ってもう自分自身で使ったりとか旦那と使ったりとかしてる。あ、女の人？あ、女の人です。やば。こんだけ猟奇的なことをするっていうことはね、相当な人生を歩んでるってことなんですよ。まあ、そりゃもう計り知れないでしょうね。話聞く気ないね。レオナルドが一体何をしたのかっていう、ね、はい、どういう人生を歩んでいったのかっていうのを、ね、まあ喋っていこうと思いますね。はい、1910年代に生まれたんですよ。生まれた時点でもうすでにヤバかったんです。どういうことかっていうと、お母さんの名前がアマリアっていうんですけど、はい、このアマリアがもう相当な人生を歩んでた。なるほど、サイコパスのね、共通点1。大体親が多い。大体親が、この親が結構男から性的暴行を結構受けてて、はい、それで生まれちゃった子なんです。ああ、なるほど。ヤバい、ね、うわ、子供が生まれたからやむを得ずその暴行をしてきた男と結婚しなければならなかったと。アマリアからしたら暴行してきた相手とやむを得ず結婚する、プラス望んでもいない出産を迎えたということで、もう負の連鎖をもうどこに向けたらいいんだっていう思考になってしまって、この怒りを全て娘にぶつけてしまった。よくない、ほんとによくない。ずーっと虐待してて、そのレオナルド自身も10代の時点で2回自殺しようとするぐらいもう虐待が激しかったと。それからの人生もなかなかもう波乱万丈で、20代に結婚するのよ。結婚するんだけど太陽って捕まっちゃうんですよ、レオナルド。あと1930年代にイタリアでめちゃめちゃ大きな地震が起きて、はいはい、家が全部ぶっ壊れてしまうっていう、もうものすごい波乱万丈な人生を歩んでいる。最悪だね。でそれ以降はイタリアのコレッジョという、ちょっと言いづらいんだけど、コレッジョ、コレッジョというコレッジョという町で、その小さな雑貨店を営んで、こう穏やかに暮らしていた。でここで暮らしてた時は周りの人からしたらめちゃめちゃ優しい人でも人当たりもすごい良くてめちゃめちゃ穏やかな人っていう感じで過ごしてたんだけど、でもこの時に作ってたんですよね。ああ、まあそうですよね。勉強させていただいてるんで、サイコパスの情報はもう僕の頭に入ってる。さすがサイコパス、ホワイトサイコパスですよね、これは。さすがサイコパスとか言われてるけど。まあ穏やかに暮らしてたレオナルドなんだけど、ずっと自分は呪われてるっていう考え方をしていたのよ。まあいろいろあったからね。そう、いろいろあったのと、子供の頃から母親からお前は呪われてる、お前は呪われてる、お前は呪われてる、洗脳みたいな。ずっと言われ続けてきて、で実際逮捕されてるし自信もあったりとかで、もう呪われてると思い込んでるわけ。まあでも結婚して17回妊娠をするのよ。17回妊娠してなんと10人亡くなってしまうんですよ。さらに3人はお腹にいる時に亡くなってしまうっていう。だからもうすごい呪われてるってもう思い込んじゃってるわけなのに。で、ある占い師に尋ねたわけです。私今後どういう人生なんですかねみたいな、占ってもらったんですよ。そしたらその占い師に言われたのが、右手には監獄が見えると、左手には殺人収容所が見えると。さらにレオナルドにとって衝撃的なのが、子供が全員死んでしまうよって占い師に言われた。やば。このことからもう精神的に結構もう、うん、もうやばいわけじゃん。やばい、ね、だからもう子供は一応4人生き残ってるから、この4人は絶対に助けようと、うん、めちゃめちゃ過保護に育てるわけ。そうなんだけど、このうちの長男が戦争に召集されてしまったんですよ。うわー、やばいやばいやばい、きついな。
からちょっとね、もうサイコパスというか考え方が人とはちょっと違ってくるんだけど、うん、全く知らない赤の他人を犠牲にすることで息子は死なずに済むっていう考えに至ったわけ。生贄っていう考えに至ったわけ。1939年、一人目の犠牲者が出てしまいます。レオナルドはその雑貨屋を営んでいて、ファウスという女友達がいましたと。このファウスがレオナルドに恋愛相談をしにレオナルドの家に行っていたと。その時にワインを振る舞うんですよ。おうおう、そのワインに毒を入れて、うわ、ファウスを殺めてしまう。やっちゃったのか、はいはい、で、こっからですよね。ファウスを包丁でもバラバラにしてしまいます。なんでそこまでするの。そう、なんでそこ。人間のもう脂肪でもいいし、豚とか牛とかそういう動物の脂肪でもいいし、その脂肪となんか特殊なね、化学物質を混ぜると簡単に石鹸でできるの。ファウスで石鹸を作ったんです。これにとどまればまだいいんだけど、バラバラにしたファウスをもうオーブンでもうカリッカリに焼いて、これでチリパイ作るんですよ。チリパイ、チリじゃねえよ、もうそれもう。何ミートパイだよ。おおおーい、うまい。満足げだな。その作ったパイをご近所さんとかに配りに行く。最低じゃないか。もう完成されてるわけだ、うん、で、その翌年です。2人目の犠牲者としてフランチェスカという人物、この人もワインで毒殺してパイ作って配ると。そのまた翌年も同じようにバージニアという人物で今度はまたパイを作るわけですよ。ピアニッシモ、ピアニッシモじゃないピアニッシモすぎる。大友公園と。なんだお前その目が気持ち悪い。キレンタロです。今気づいたわ。本気の滝蓮太郎ですよって。ラジレイ、滝蓮太郎です。お願いします。なんかどんどんみんなクレイジーになっていく。で、この3人目のパイはご近所さんから特に美味しいパイって評判なんですよ。怖っ。めっちゃめちゃいや、ゼクック。そういうこと言われるとまたそういうことするから。なんか甘みが強かったらやめろもう。で、この第3のこの犠牲者のバージニアという人物がその亡くなった時に、バージニアのお姉ちゃんが言ってたことなんだけど、バージニアがそのレオナルドの家に最後に行ってからいなくなったみたいな。まあ、そうなるよね普通に。っていうこの証言からその警察は調べるんだけど、なんせめっちゃめちゃいい人だから犯人の候補としてその考えられていなかった。だからこのレオナルドの息子が犯人なんじゃねえかっていう感じでこの警察の捜査を進めて、とりあえず一旦息子を逮捕しようっていう流れになるわけよ。ただレオナルドからしたらさ、息子をさ守りたいがためにやってるわけなのよ。だからその息子が逮捕されちゃったら元も子もないっていう考えから自首するんですよ。で逮捕されて30年の懲役。30年の懲役。あ、精神的な病気的な感じで考えられてたから精神がもういまいっていうと、ね、そうそれで懲役30年プラス3年精神病院に行くっていう。で、これ占い当たってるんですよ。その占い師が言ってたことって、うん、右手監獄、左手殺人収容所。監獄はまあ普通にそのままの意味よ、うん、殺人収容所っていうのは人を殺めてしまって頭がちょっといってしまった人を収容する施設、イコール精神病院っていうことだから、もう占いが合ってるんですよ。へ、まあ、そうなんだ。それからそのレオナルドのその家を捜査したんですよ、逮捕してから、うん、そしたら日記とかに石鹸の作り方とか印しちゃってたもん。そうパイの作り方とか、そこまでこのパイは美味しかったみたいな、なんかそういう詳しいことがもうずらーって書かれている日記があったらしいです。レオナルドのようなこの人物、結局もう家庭環境がヤバかったじゃん。つまりこのような複雑な家庭環境を歩んでいるとレオナルドのような人物が生まれてしまうかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。いや、非常にサイコパスだった。まとめがちょっとね、甘い。あ、来た。俺がやろうか、毎回。あ、もうそんなしかできないんだったらね。任せてください。来た。じゃあ本命お願いします。じゃあお願いします。はい。17回妊娠したら生まれるかもしれません。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。コンパクト。コンパクト。こんなやけどする。じゃあ俺もやりたい。石鹸の剣っていう漢字難しいですよね。逃げれない。嬉しい独り占め。
まだ買ってるね、こいつは。信じるか信じない。